帝助将から1895年2月12日、元名は先達は、新朝末期の軍人である。字は、右帝、号は自称。はじめは、太平天国の乱に、反乱側として参加したが、新朝に基準してからは、李公将の下で働き、後に、北洋艦隊の提督になった。日清戦争中に、艦隊戦敗北の責任を取って自決。 同校16年、安記賞の露光で生まれた。家が裕福ではなかったため、3年ほど私塾に通っただけで10歳の頃には学問の機会を失ってしまった。皆豊か4年に太平天国軍が露光を占領すると、帝助将も派外来の太平天国軍に参加したが、皆豊か11年に新朝の祖国藩が率いる将軍に案慶が包囲されると投稿し、逆に、 安喜び攻略で功を挙げて戦争として召し抱えられた。同治元年に李口省の Y 軍に編入されるとそこで太平天国軍と戦い、その勇敢さから竜明殿の部隊に引き抜かれた。同治3年に太平天国が滅亡すると、今度は竜明殿に従って北上し、年軍と戦う。同治7年に東年軍を撃退すると、低序章は、 帝徳総兵官の官位と、今日、イサムトモエゼロの勇者称号を授かった。ところが、同治十三年に、新朝が軍縮を決定すると、帝女将は、自分の部隊を縮小することの日について、劉明伝に手紙で猛烈に抗議している。これに怒った、劉明伝は、帝女将を殺してしまおうとするが、暗殺計画を聞きつけた、帝女将はさっさと職を辞して帰郷して、 難を逃れた。高所元年、北洋通商大臣兼直霊総督になっていた、李光章が、洋式海軍を組織すると聞き、帝女翔は、李光章を頼る。李光章は、帝女翔と、流明殿が揉めていることを考慮して、帝女翔を将軍に戻さずに新海軍創設の、参与に据える。高所六年、帝女翔は新海軍最初の巡洋艦として、 イギリスのアームストロング社に発注していた、長夕、用意を引き取りに、林康子総、統政省ら乗組員を引き連れて、イギリスに行った。高所8年、朝鮮で神後事変が勃発すると、定助省は北洋艦隊を率いて、朝鮮に赴き大院君を捕らえて帰国してきた。これによって、朝鮮には、親清政権が復帰し、 旧来の創始国としての存在感のアピールと朝鮮への日本の進出を阻止することができた。高所14年に北洋艦隊が正式に発足すると提督に任命され、高所17年7月から8月にかけて艦隊を率いて日本を訪問した。この日本訪問は最新鋭の巨大艦を率いて日本を同括することが目的の一つだった。滞在中。 経緯のしかと恋仲だったという。高所17年以降、新庁の海軍に予算が大幅に削減される。これは、岩縁の改修等に予算を振り分けるためだったと言われるが、いずれにせよ定助将は、苦しい財政状況の中で艦隊を運営しなければ、ならなくなった。異海省陥落北洋艦隊提督、定助将降伏の図、宇田敏秀が1895年。 外国軍庫問題を連れて降伏する日の戸を描いた絵。ただし、帝は降伏せずに自殺しており、この絵は想像で描かれたもの。帝徳、帝女将を艦託自殺図、水野年方が1895年、独敗を手にした姿で描かれているが、場所が艦内ではなく、陸上の艦艇となっている。高所20年に日清戦争が勃発、当はを温存しつつ、 陸上戦を中心に日本を撃破することを考えていた。だが日本が連合艦隊を組織して陸上部隊の輸送支援などに参加すると、清志側に北洋艦隊はなぜ出ないのかという世論が高まる。8月10日に日本の連合艦隊が航海に侵入すると、高所テーマでもが利交省に向かって低助将は日本海軍を怖がっているのかと叱責する。 ここに至ってやむなく交渉は、北洋艦隊に出動命令を出す。9月17日、王力港川口沖で、日本の連合艦隊と遭遇し、航海回線が行われる。定序省は、艦隊司令官として、機関、庭園の環境で指揮を取っていたが、手法発射時の事故で環境が破壊された際に、負傷してしまう。ここで、北洋艦隊に問題が生じる。 機関が不能状態に陥っったたた際のの権限以上の手順を決めめていなかったため北洋艦隊の各艦が個別に戦闘を始めた。結局約5時間にも及ぶ、この戦闘の結果、北洋艦隊は主力12隻のうちの5隻を失った。この後、低助将は理工省の命令で残った北洋艦隊を本拠地の異界へに移し座場艦を鎮炎に変えて、 ひたすら防備を固める。低序将としては、異界へを防衛する、陸上部隊の戦力に不安を感じたのだが、陸上の砲台は、北洋艦隊の管轄ではないため結局この不安は改善されなかった。高所21年1月20日、日本軍は、三島半島の坂江聖に上陸し、日本の連合艦隊司令長官の伊藤助行は、低序将に降伏を進めるがこれを拒否。 日本軍は陸路から異海への陸上砲題を攻略し会と陸から北洋艦隊を包囲した。数日の戦闘の後の2月12日、帝助将は兵員の除名を条件に降伏に応じ自身は陳炎の艦内でそのまま復読自決を遂げる。去年58、帝助将の死後、北洋艦隊は正式に降伏する。兵員たちは許され、残った艦艇は 日本軍に露覚された。帝女将の遺体は、ジャンク船で構想されることとなったが、伊藤助行の独断的な計らいにより、貨物船一隻が露覚処分を解かれ、帝の遺体の搬送に使われることとなった。遺体を乗せた船は、日本海軍の敬礼の列に見送られながら、除名された兵員と共に、本国へ帰還した。しかしながら、北洋艦隊消滅の知らせを聞いた。 公う所は、定助賞の財産没収を言い渡し、葬儀を出すことも許さなかった。名誉回復がなされたのは1910年、当時の海軍大臣の愛新架倉はじめ人氏や、南北洋水志県関東水志帝督の殺賃氷らの嘆願の結果である。ありがとうございます。